昨日伊勢神宮を参拝された愛子さま。今日午前は天皇に代わって伊勢神宮に仕えた未婚の皇女、斎王の資料を集めた歴史館などを視察されました。地元の小学生と笑顔で話したり、平安時代の貴族の遊びを体験されたりしました。午後には近鉄宇治山田駅に到着、電車で奈良へ。日本書紀と古事記が伝えるところの初代天皇神武天皇陵を参拝されました。